大作品とされる、セイゲオルギウスとリュウ、ルーブル美術館所蔵、ルーブル美術館のもう一つのセイミカエルを描いた絵画、悪魔を倒すセイミカエル、大きなセイミカエルとも呼ばれる。セイミカエルとリュウは、イキルネサンスのイタリアの巨匠、ラファエロ・サンツオが1503年から1505年、頃に制作した絵画である。油彩、悪魔を打ちのめすセイミカエルや、 聖ミカエルなどの名前でも呼ばれる。主題は、新約聖書の、ヨハネの目視録十二章で語られている、大天使ミカエルとサタンの闘争から取られている。ウルビーノ時代の様式と、北方ルネサンスの強い影響が見られる初期のラファエロを代表する作品である。制作経緯や注文主については不明だが、ウルビーノの宮廷と関係が深い作品と考えられている。また、 同時期に制作された、セイギョルギウストリュウの大作品とされている。17世紀に、ジュール・マザラン・数ー卿教のコレクションを経て、フランス王室コレクションに入り、現在は両作品ともに、パリのルーブル美術館に所蔵されている。ルーブル美術館に所蔵されている、もう一点のラファエロの、同じ主題の作品と比べて、サイズが小さいために、小さなセーミカエルとも呼ばれている。 ヨハネの目視録十二章には次のように語られている。天において、大天使ミカエル及びその子子たちと、巨大な竜とその配下の者たちとの間に激しい戦いが起きた。しかし竜や配下の者たちは応戦したが勝つことはできず、天に彼らの居場所がなくなった。この竜こそは悪魔あるいはサタンなどと呼ばれる、全世界を惑わす古き蛇であり、彼らは皆諸共に地上に投げ落とされた。 本作品の制作経緯や注文主についてはいくつかの推測がされており、いずれも青年時代にラファエロが出入りしたウルビーノの宮廷と結びつけて考えられている。これらの説によると、注文主はウルビーノ公、フェデリーコダ・モンテフェルトロの娘ジョバンナである。彼女は青年時代のラファエロの庇護者であり、ジョバンに出るダローベレと結婚して、後のウルビーノ公、 フランチェスコ・マーリアを生んだ。1502年に、チェーザ・レボルジアが、ウルビーノを征服すると、フランチェスコはフランスに亡命し、1503年に、ルイ12世によって亡き父と共に、セイミカエル騎士団の騎士に上された。さらにその翌年、ジョバンナの亡き父と弟、グイドバルドが、イングランド国王ヘンリー7世によって、セイギオルギウスを守護聖人とする。 ガーター騎士団の勲章を授けられた。そしてチェーザ・レボルジアが失脚すると、グイドバルドは1504年に亡命先のローマでフランチェスコを養子とし、その年の9月にウルビーノに帰国して養子縁組を祝う式典を催した。こうした経緯から、ジョバンナは一族の栄誉を記念するために関係の深い戦士聖人を主題とする聖ミカエルトリューを呼び、 セーゲオルギウスと竜を注文したのではないか、と言われている。ただし、注文の時期については、ガーターシダ団の勲章を授けられた時とする説と、ウルビーの帰国後の式典の時とする説がある。大天使ミカエルは今まさに竜に対して、剣の一撃を加えんとしている。大天使は甲冑を身にまとい、赤い十字が描かれた白い盾を構え、右手に握った剣を高々と振り上げている。 踊るかのように左足だけで立ち、竜の首を踏みしだいている。一方の竜は、ミカエルの足の下でもがき苦しんでおり、口を大きく開いて舌を出し、尾を巻きつけ、両足でミカエルの足を何とかどかそうとしている。ヨハネの目視録の有名な場面は、ダンテの新曲の地獄編に基づいた地獄の描写を加えることで、より充実されている。 画面左では金色に輝く鉛製の恐ろしく、重いマントを着せられた偽善者たちが嘆きながら、行列となって歩く様が描かれている。さらにその円形では、ィースの都市が炎で燃えている。画面右では、裸の盗人たちが蛇に襲われている。ダンテは彼らについて、蛇によって束縛され、噛まれた者は、たちまち燃え上がって、灰溶かすが、しばらくすると灰が集まって、 元の姿に戻ると語っている。また奇妙な合成獣たちはおそらく、ヒエロニムスボスなどの北部ルネサンスの影響とされる。当時のラファエロは、ウルビーノとペルージャとの間を頻繁に行き来しており、死である、ペルジーノの影響は踊るような、ミカエルの描写に現れ、それが、北方の画家たちの影響と結びついている。ボスは1500年頃に、ベネツィアに滞在したことが確実であり、 その幻想的な生き物や光の効果は、イタリアの画家たちを魅了した。ラファエロもそうした、イタリアの最初期の画家の一人であった。なお、セイギオルギウスとリュウとの間には、パネルの形状や様式、技法に違いがあるため、大作品とみなすには、疑問が残る。おそらく、セイミカエルとリュウの制作は、セイギオルギウスとリュウの完成から1年、ないし2年後のことであり、って、 両作品は最初からタイとして構想されたわけではなく、時を経ずして制作された二作品が早い時期に、タイ作品として見なされるようになった可能性が高い。本作品に関する最古の記録は、ルネサンス後期のイタリアの画家、著日家のジャンパウロ・ロマッツオまで遡る。それによると、ミラノの臨色で愚かな所有者が、ピアチェンツァコ・アスカニオス・フォルツァに、セミカエル・トリュー及び、 セイギョルギウスと竜を売却した。両作品は1520年代にはミラノにあったらしいことが複製の存在から判明している。その後の経緯は不明瞭をながら17世紀にはジュール・マザラン数奇教のコレクションとなっており、数奇教の死去から4年を経た1665年にフランス国王ルイ14世によってラファエロの バルダッサー・アレカスティリオーネの肖像やコレッジョの3作品、ティツヤーノ・ノベチェッリオのパルドのビーナスと共に遺産相続人から購入された。その後、ルーブル美術館の設立と共に同美術館に所蔵された。ジュール・マザラン・スーキ教のコレクションからフランス王室に入った絵画には以下のような作品がある。ありがとうございます。